やば、超うめえ。好きな選手はジョコビッチ。ジョコビッチ。今日はですね、福岡になんとスーパーキッズがいるということで、僕らちょっと取材に来たんですけれども、はい、なんと、まあ、楽しみな子供たちに会えるということで、やだ、楽しみですね。いろんな企画を考えております、はいはい、早速お呼びしましょう。はい、この方です、どうぞ。どうぞ。イエーイ。オッケー。はい、じゃあカメラに向かって自己紹介をどうぞ。大脇ゆぬすけ7歳です。大脇浩二5歳です。いやー、いいですね。ありがとうございます。かわいい。なんかもうすごい SNS とかですね、インスタとかもうすごい有名人なんですよ。僕も自分で見てるんですけれどもね。あの7歳と5歳で小学校1年生ですか、お兄ちゃんは。はい。あ、1年生。何歳からテニスをやってるんですか。4歳半からです。4歳半。で、なんとテニスメーカーのこのウィルソンとなんと契約してるということで、錦織圭選手でも11歳でウィルソンと契約したということなんですけども、まあ、もっと早く契約してることで将来、ね、日本を代表するプレーヤーになってほしいんですけども、頑張れそうですか。はい、頑張ります。はい、オー、行こう。この目線もいいよね。あのボールにこうすごい集中してる感が。構えがちゃんとこうできてます、ね。うん。はい、前前前前前前前。はい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 、頑張れ頑張れ。ボールとこ行って、ボールとこ行って。はい、はい、前前前。はい、そうそうそう。オウ。よし。はい。小城くんが両手打ちなんですね。そうですね。前に置く。はい。後ろから前に。いいね。チチパスよ。まああのね、俺はね。フェデラーとチチパスよ。右手もかっこいいけどね、左手がかっこいい。見て、この左手のこの角度とね。いいね。そう。いいね。小城いいね。はい。ちゃんとフィニッシュが取れてるからすごい。うん、よいしょ。はい、前に、よしよしよし。はい、前に、もうちょっと。チャンネル登録よろしくね。はっきり言っていい、うまいね。うまいね。うまいからスーパーキッズなんだけど。プロの試合の映像見るの？はい。見てるの？はい。好きな選手誰でしたっけ？フェデラー選手とチチパス選手です。小城くんは好きな選手は？ジョコビッチ。ジョコビッチ。じゃあジョコビッチが好きだから両手打ちなの？片手にはしないの？ああ、いいね。じゃあで7歳で片手、うん、でまだこれだけ体が小さいのに、うん、やっぱり片手ってすごいですよね。僕も片手に変えたのは小学校5年生だから、うん、10歳ぐらいなんですよ。あ、本当。そうかそうか。それでももうこれでできてるってことは、まあ、この感覚をもっともっと ね研ぎ澄ましていけばすごいものになりますね。ね、大体この小さい年代って左手やっぱ使えないじゃないですか。かっこいい。でも左手がしっかり後ろにあってバランスをちゃんと取れてるっていうのがすごい。ね、いいね。それとスイングもやっぱりすごいと思ったんですけど、うん、構え、そして打った後の戻りとまた構えっていう、うん、もう基本的な基礎がもうこの年代でできてるっていう。いいですね。うん、僕ね、ちょっと注目した点が、あの打ったら、ね、もちろんサイドステップが悪いとは言わないんだけど、ちゃんとクロスステップを入れるな。もう何気なくやってるとこね、ちょっとね見ちゃって、それやっぱいいなっていうのは思いました。でもそれは少しこう ねちょっと やってきて流れで覚えてくるものだから、自然に流れで、ね、覚えてる感じがしますよね。だってプロの試合見たらね、多分それやってるからね、映像で見て真似したいんだよ ね、はい、そういうのをね、いいね。早いな。コウジョロ君はまだレッドなので、もう少し前からやります、うん、はい、どうぞボール上げます。はい、どうぞ。うい、ナイスサーブ。はい、2個と、あ、ごめんね。はい、もう1球。はい、オーケー。
はい、どうぞ。でも綺麗に打ちますね。うん。おお、でもこのサーブもインスタで見たことある。見たことある。おお、うまい。よいしょ。はい、どうぞ。はい、おお、ナイス。まっすぐ行きますね。はい、どうぞ。じゃあラスト1回ずつにする。ラスト1回ずつ。はい、オッケー、行きましょう。ちゃんとジャンプしてますよ。はい、はい、フリ君は1球ずつだからラスト1球、最後1球です。最後の1球です。ね、ちゃんとこう意識してるね、ちゃんと。 OK、 ナイスサー。1球もネットかかってない。すごい、すごい、素晴らしいです。ちゃんと形ができて、うん、自分から足をこうジャンプしてボールを取っていく形がもうすでにできてます。サーブ誰か真似してんの？別に、うん、誰かの真似してる？フェデラー選手を真似してんだ。いいですね。やっぱ映像ってでかいですね。でかいですね。じゃあ、じゃあ今度は、ね、ラリーを、ラリーやっていきましょうか、ね、ぜひラリーをしてもらえますか。いいですか。お願いします。はい、はい、うるい。おお、おいいね。うまい。ちょっとね、いろいろ試したくなんだよね、相手になるとね。ちょっと回転かけるぜ。えい、スライス。おいしょ、スライス。おう、対応してくるな。OK、 よいしょ、スライス。お、スライスで返してきた。おー、ナイスボール。OK、 うまいな、ラリー。おしょ。おいや、おう、スライス。うまい、うん、逆に綺麗すぎて何したらいいか分かんない。これはラケットのスイートスポット。ここに当たったら、よくボールが、綺麗に飛ぶんですけど、そこの部分に見立てた練習用の道具になります。これで綺麗に打てるようになったら、ラケットのスイートスポットで毎回、打てるようになるので、その練習をするための道具です。 OK、 はい、行きます。ポイント、はい、はい、どうぞ。真ん中当たってる。うん、うわ、ナイスショー。ブレないね、全然。 OK、おー、ナイスボール。 OK、 あれ結構難しいと思いますよ。だって手のひらぐらいしかないでしょ、ポインターって。うわ、おお、おお、やば、超うめえ。ナイス。ちょっと俺にポインターやらしてよ。ちょっとポインター貸して。ちっちゃい。大丈夫か、大丈夫か。打てないとちょっと恥ずかしいですよ。手のひらよりちっちゃい。これ、やば。え、これは何作ったの？売ってんの？これは売ってます。売ってるんだ、海外の。へー、あ、けどちょっとラケットより重いんだ。ちょっとやってみます。よし、できるかな、俺。打てる？取ってないよ、今。ちょっと待って。あんまり考えない方がいい。あんまり考えない方がいいな、俺。普通に言ったらそこ、長さ的にスイートスポットだと思う。あれ、ちょっと当たりそうもねえ。確か。いくよ。子供用なんで短いんだ。短いんだ。はい、俺らの根元ぐらい。そうです。お、当たった。
あ、でも当たっても飛ばねえ。飛ぶよ。おい、あれ。飛ぶよ。あ、全然。やべ。お、当たった。お、当たってきた。ね、丸いとこ当たったら飛ぶね。それでも、あ、絶対当たるね。けどここに当てるってこれしかないんだよ。常にここに当てるってことよね。俺もちょっとやるか。いいよ。全然当たんね。どれ？全然当たんね。おお。おお、これ最初が難しいな。最初の球出しが難しいな。おお、ナイスバーク。わあ。おお、それはこうやって打ってるからね。ねえ、普通にこれはなんか、うわあ、これね、全然思ってる以上に。ごめんね。あのね、しっかり振らないと逆に怖いんだよね。おら。7歳に負けてます。ほら、やっぱオーナープロと一緒になっちゃうから。ありがとう、ありがとう。全米、おっしゃ。これを初めて取り入れた選手が、うん。チャンピオン。あ、そう。うん。お、さすが。スライスは無理に決まってる。スライスは無理に決まってる。スライスは当たんない。スライスは頭当てるもんじゃないから。本当ピンポイントでやっぱ当てないといけないから、これいい練習だね。うん、だからこれ何もね、あの、普通にやった方がいいよ。普通にやった方がいい。けどそれ普通に返されてますよ。うん、普通に返されてる。おお、普通に返されてる。すごい、面白いね。こういうふうにやったら、やってみる。はい、やってみる。はい。どうぞ。やってみて。はい、ああ、おお。これが日常なのね。まあこれで普段から練習してるからやっぱりもうやり慣れてるのと当て方も分かって、うん、うまっ。うまっ。あとこれさ、やっぱり。きちっと握らないとブレるでしょ、うん、それがまたいいよね。このグリップをちゃんとさ握るっていう行為を ねちょっと来たから重たいんですけど、うん、それをしっかりこうできるようになってますね。あの短く持ってるじゃん、そのあたりのさ、うまね。おい、これで普段から練習するとそれうまになりますね、うん、よし、ラスト1球、最後の1球お願いします。よっしゃ、お兄ちゃんもちゃんとね、コントロールしてくれてるもん。さっき僕らとやった時もそうです。コントロールしてくれてるんですよ、ちゃんとね。ちゃんとラリー力がもうね、備わってるんですよ。ね、なんかこういうの見ると、さっきも言ったけど、ちょっと対戦したいよ。うん、いいね。おー、いいね。おー。なんか僕らこれを、彼らに使ってもらっても多分いい勝負になる。そうですね。それぐらいの。ね。ずっとラリーしてるよ、さっきから。うん、ラスト1球打ってたからね。つなげたい。オーケー、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。すごいね。スタテニということで、練習を見させてもらったんですけれども、高尾プロいかがでしたか？いやー、うまいのは当たり前、うん、でもその中にやっぱり将来ね、これからまだまだ経験していくことがこう伸びしろとしてあるので、はい、そのあたりはちょっと楽しみだなと。そうですね。いや、あの昨日でね、やるやつちょっと僕らもたまにやった方がいいっすね。ウッドラケットはやりましたけどね。全然できなかったですから恥ずかしいですけども、ね、まあこうやってね、いろんな器具を使って練習することが非常にね、子供の頃ってすごい有効的だなって思いましたし、うん、まあこういう細かいことができて初めて実力につながっていくのかなっていうのをすごい感じましたよね。そうですね。なのでちょっと全国のジュニアの方もこういう器具を使いながら普段から練習されてもいいんじゃないでしょうかね、うん、遊びの中からこうね、子供たちの能力をこう発掘というか発揮させられるようなことがいいですね。やっぱ子供はねずっと長い時間やりすぎると飽きちゃうから、うん、その飽きが来ないようにうまくやるのはジュニアを教えていく上ではすごい大事だなと思います、はいはい、じゃあユネス君、感想どうでしたか？練習やってみて。プロでもポインターであんまり当たらないから、うんうんうん、自分たちは当たるからすごいんだなと思いました。いいね。その違いが分かってるのが素晴らしいです。参りました。失礼しました。ゴリオ君もね、ちゃんと打ててるもん ね、まあ、これからも練習をしっかりやってどんどん強くなってくださいね。はい、はいはい、今日どうもありがとうございました。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 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like.
by pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!